こんにちは、はじめしゃちょーです。今日もやっと学校が終わって家に帰ってきました。いや今日も頑張ったよ俺。外が寒いんであんまり外に出たくない。そしてバイクで学校まで行ってるから風邪ひくという中で頑張って学校に行ってきましたが、今日も一日みんなお疲れ。頑張った。俺も頑張った。画面の向こうのあなたも頑張った。本当みんな頑張った。みんな本当よく頑張ったよ。所沢も頑張ったよ。起きろ。ご存知の通り、今僕はですね、モンスターハンタークロスに本当にハマってて、もうね、今すごい頑張ってます。もうね、恋してるんすよ。もうモンスターハンターのことしか今ちょっと考えれないレベルまでちょっと陥ってて、非常に良くないと思ってる。まあちゃんと学校に行ったり、必ずしなければいけないことはちゃんとやってるんですけども、それ以外の時間は全部モンスターハンターをして、もうモンスターハンターを飽きるレベルまでやり込む。2、3日すれば多分この波は去ると思うんですけども、とりあえず今ね、もうね、モンスターハンターのことしか考えれない。最高に楽しいんですけども、ちょっとね、そういう感じなんで、ちょっとね、卒論とかもいろいろあるんですけども、なんとか、ちゃんとね、すべてうまくいくように計算して動いてるんで、とりあえず、モンハンに超ハマってるんで、買っちゃったわけですよ。モンスターハンタースタンダードモデルプラス。なんか、モンスターハンターのフィギュアが入ってるやつをですね、6種類入ってるみたいなんですけども、全部買っちゃいました。高いんすよ。1個800円なんで、やばいよ、86、48、5000円もすんじゃねえかよ。コンビニで800円レベルっていうのはもうそうそうないと思うんで、かなり期待しております。もう全部倒したよ。ボーナスパーツを全て集めるとクリア版のフィギュア1体が完成します。というわけでこれで全部出ればって話だよ。ひょっとしたら同じやつ入ってるかもしんない。いやそれはないかな。クリア版のフィギュアが1体完成するかもしれないんでちょっと楽しみです。え、これ被んのかな。被ったら怖いんですけど、とりあえずちょっと全部開けていきましょう。もう一応一通りクエストはクリアしたんでだいぶ落ち着いてはいるんですけども、もう一息です。もう一息頑張れば一応モンスターハンタークロスは一通り終わるんで、さあ1個目です。おっ、リオレウス。尻尾のパーツ、これがクリアパーツか。とりあえず全部開けていきましょう。あ、デュノバルドだ。デュノバルド。あんま喋んないようにしようか今日。これ被ってないね、多分このまま行くと。やっぱちゃんと被らないようになっています。ボーナスパーツは全部揃いました。じゃあちょっと一つずつ見ていきましょう。え、待って、かっこよすぎて痺れる。じゃあまず最初に当たったリオレウスから見ていきましょう。やばいやばいやばい。うおー。こんな感じです。細けーな。やばい、ちょっと待って、これかっこよすぎっしょ。来た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 。はい、こういう感じです。うおー。待って、めちゃんこかっけーぞ。はい、こういう感じになっております。どうでしょうか。このかっこよさはね、本当にね、買ってよかったって思うね。じゃあ次、ディノバルト作っていきます。あれ、こいつはもうこのまま出来上がってるのか。メインキャラクター、メインモンスターみたいな感じです。この剣ね、ハンターをね、幾度も幾度も攻撃してくる。これもすっごいコッタ作りたい。この鱗の感じよ、かっけー。じゃあ次ナルガクルが行きます。あのちょっと足が浮いちゃってるな。てかもうほぼ浮いてるな。すごい腕の力だ。そんなに腕力はないはずなんですけども、できました、ナルガクルガでございます。今回割とね、なんか雑魚的レベルのポジションになってしまってたんですけども、これもなかなか細かいところまでできております。じゃあ次ガムート行きます。うわ、でもこれも凝ってるわ。やばいわ、凝ってる凝ってる。待って、ガムート穴入んねえ。ガムちゃん穴がないよ。待って、ガムちゃん、ガムちゃんできた。はい、ガムートでこんな感じでございます。あ、なんか薄汚いな、なんて言えないんですけども、マンモスっていうかゾウさんなんですよ。顔がもうほら、倒すのがちょっと大変だったモンスターですね。はい、ガムートです。リオレイヤです。まあこれもすぐ作れそう。もう余裕の4つ以下でしょこれは。うわ、ザレイヤって感じのポーズ、毎回必ずいるから倒す方法が分かってんすよ。そう、こいつとさっき言ったこの後ろのリオレウスとこの子ね、レイヤが夫婦なんですよ。羽感がすごい、もううわー、ちょっと気持ち悪いぐらいかな。ここも夫婦なんで、ここ一緒にさせといてあげよう。優しい始めに。さあ、そして最後はこちら、ラギアクルスです。うわー、やばい。ラギアクルスね、おいら多分一番好きなモンスターなんですよ。海の竜巻。もう見るからに海にいそうでしょ？海にいるんすよ。そりゃそうだ。オッケー、ウェイ。あー、かっこいい。うわー、イケメン。やばい、イケメンだよ。ほら、どうしたらこんな顔になる？ほら、俺もこんな顔に生まれたかったよ。いや、やっぱやめとこう。うわ、やばい、ちょっと満足のいく仕上がりな。うやべえっしょこれは。いやー、皆さんイケメンっすよマジで。どうなってんすかこれ。もうね、全員かっこいい。はい、なんか全体的に細かくてすごい感動しました。もう鼻に入ったよ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。モンスターハンターがわからない人から見てもすげえなんかリアルですごいなっていうのが伝わったのかもしれないね。テンション上がりまくりんこバックスなんで、モンスターハンターのね、モンスターが好きな人を買ってみてはいかがでしょうか。ラギアクルスがやっぱね、一番かっこいいですね。ボーナスパーツを集めてできるスペシャルフィギュアがあるんですけども、そちらがこれです。完成しました。もうちょっとモンスターハンター頑張っていきたいと思います。今日の動画は自己満足。